族長は奥に。謁見なさいますか。行こう。よろしい。こちらへ。ヤクザの下か。また後でな、流れ者。メリディアンの救世主、レガーラの軍団を照度の光で食い止めたと聞いたぞ。当時グルーダを一騎打ちで倒したとも。素晴らしい。ファシャーブから聞いた。お前は名誉ある戦士だと。ファシャーブか。実に惜しい男を亡くした。部族の要となる勇士たちもほぼ全滅だが、もしお前が協力するならば、なんと頼もしい。戦うために来たんじゃない。大勢の命を救うために、この地下にあるものが必要なんだ。目に見えるものじゃないけど、この下に。私は見た。望みは分かった。だが条件がある。勇士が死んだ今、お前の槍が必要だ。我が宿敵を倒した暁には、地下室に入ることを認めてやる。褒美ってことか。勘違いしてるな。私は人を殺しに来たわけじゃないんだぞ。何人もの勇士が虐殺された。だが今は何百というテナークスの命がかかっている。民を守るため戦わねば。お前も死ぬ気で逆賊を撃て。地下室の扉を開いてほしいのであればな。なるほど。みんなを救う大義のためなら、邪魔者のお前を殺しても構わないってことだな。やってみるか。うまくいくかもしれんぞ。どうせ戦うのなら、アーロイ、私と組め、レガーラを食い止められる。わかった。どうすればいい。部族をまとめる勇士が必要だ。カルラットと呼ばれる試練を生き抜くことが勇士となる条件。開催の知らせはすでに出してある。だが私を付け狙うレガーラのことだ。この機会を逃さぬはず。民の面前で私を殺そうとするだろう。用心棒になればいいってことか。いや、カルラットを守るのだ。他にもある。レガーラの奇襲を予想し、戦士の参加を拒んでいる一派があってな。すぐ北へ向かい、空の一派の司令テコーテに精鋭を送らせろ。是が非でもな。是が非でもか。どんな手を使ってもよい。3波のうち2波だけではカルラットは成り立たん。勇士コタローと行け。片腕はなくしたが、お前の力となる。北方の村石の峰に向かわせた。合流し、空の一派の砦に案内してもらえ。任務について質問があれば答えよう。ファシャーブのことは残念だったな。善良な男だった。あの者はテナークスとカージャの橋渡し役。あれほど敬われた流れ者は他にいない。メリディアンで私の声となることが叶えば、平和以上のものを
得られると思ったのだが。同盟か？交流だ。カージャには知恵がある。我らの偉業はこの身に刻まれるのみ。死ねば記憶も消えるが、カージャは忘れぬ。彼らの偉業は本に記される。それを学ぶと？バシャーブから学んだように。残念だ。レガーラは最大の過ちだと聞いたが、なぜだ？お前には関係ない。本気か？私はあいつの軍に襲われたんだ。わけもわからずにな。あやつは最強の勇士であり、私の槍だった。何があった？弟が生きたまま火炙りにされ、誰よりもカージャを憎んでいる。赤の動乱の後、焦土の光に攻め入った時、あやつだけカージャをメリディアンまで追いたがったほどだ。今日を亡き後の平和がもたらす恩恵も戦の代償も見抜けなかったのだ。アバードの嘆願を受け入れるや否や、あやつは怒り、裏切りと罵り、私に決闘を申し込んできた。それでその後、お前はどうしたんだ？テナークスたる者を決闘を拒むなど言語道断。たやすい相手ではなかった。七つも生傷をつけられたな。勇士たちはその場で処刑するよう求めたが、それまで示された熱い忠義を思うと、あやつとの絆を断つことができなかったのだ。故に生かした。だが情けはあやつにとって屈辱だった。生涯引きずるであろう恥だ。じゃあレガーラの目的は？私の死だが、それだけではない。あやつはメリディアンに進軍する中で三波全てをなぎ倒すだろう。いつか手なずけた機械を率いてメリディアンも狙うかもな。似たようなことはあったらしいな。カルラットとは何なんだ？かつてはサンパが戦う場、今は共に機械と戦う場。私は族長としてそう定めた。各派は挑戦者を儀式に送り込まねばならない。この壁の向こうにある闘技場で挑戦者たちは協力して機械と戦うのだ。そこで活躍した者は勇士となり、部族を結束させる調停者となる。調停者というが、階段にいた勇士たちは戦士だったぞ。だがただの戦士ではない。勇士は生まれ育った一派を捨て、秩序と平和に身を捧げ、法を施行する。争いを収め、他の部族との和平交渉さえ担う。彼らなしで統治はできん。だからこそ必ずやカルラットを開催せねばならんのだ。空の一派はなぜ挑戦者をよこさない？三派の中でも彼らの拠点は最も堅牢、巨壁と呼ばれる壁に守られている。我らとレガーラとの戦いで高みの見物を決め込む気だ。巨壁の陰に隠れてな。両者が弱っていく間も痛手なしということか。古参の勇士のような口ぶりだな。悪くない。なぜ私を交渉に送り込む？テナークスは力が全て。お前は一度レガーラを撃退したであろう。ほとんどの勇士も死んだな。そうだ。ならコタールは？あいつが交渉すればいい。あれは深手を追い、尊敬を失った。随分不公平だな。腕を失うことがか？尊敬されようとされまいと貴重な存在だ。空の一派で育ち、一派を熟知している。役に立つだろう。地下にあるものを見たと言ったな。そうだ。偉大なる勝利を収めた日に。どういう意味だ？長きにわたりサンパがこの神聖な地をめぐり争い続けたが、ついに私が競り勝った。そう幾年もかけてな。邪魔者は皆殺しにした。
すべての敵をほふり終えた私は一人この樹海に立ち手にした勝利をかみしめたのだ。だがその時東から雷鳴が聞こえ青い稲妻があの部屋に落ちたのだ。ガイアが死んでアイテルが来た。私の周囲で樹海の写し絵が光を強めていき突如新たな写し絵が現れた。古の者が全てを変えるあの言葉を語った。新たな写し絵で古の者は何と。ファラデイという者が迫り来る機械の脅威を予言し団結して止めねばならぬと平和のために勇士に呼びかけたところで写し絵は消え二度と現れなかった。私はそこに目印として槍を刺しファラデイの言葉を胸に刻んだ。そして派閥間の争いを断ち機械と戦う戦士を育てカルラットで勇士を任命した。それ以来我らは平和に過ごしてきた。レガーラが焦土の光を襲うまでは。新たな写し絵を見た後に玉座の下の部屋へは入った。中では古の装置がまだうなり続けている。カルラットが無事済めば見せてやろう。約束だ。北へ向かってそのテコーテと話してくるよ。約束を忘れるなよ。戦士に二言はない。では頼んだぞ。出立する前にデッカと話せ。道中武器が必要になるだろう。それは古の記録か。この箱から古の声が聞こえていたの。でも聞き取れなくなっちゃって。ちょっと見せてくれ。
どこで見つけた？オセラムの発掘兵が持ってたテナークスの地で物を盗もうとしてたから奪い返した。そいつと一緒に箱を埋めようとした時、声が聞こえてきたの。うん、データはひどく損傷してるみたいだが。デルタ・ジュリエット9、武器の使用とスワームへの攻撃を許可、幸運を。了解、メロドーンの時間を稼ぐ。デルタ・ジュリエット9、アウト。イニシエの戦士たちの声だ。オセラムはこれを売りさばこうとしてた。この勇敢なる天の記録を。その天というのは知らないけど、イニシエの者の最後の戦いの記録だ。初めて知った。それは他の箱にも記録されてるってこと？イニシエの飛行機械の残骸にもっと記録が残ってるって発掘屋が言ってた。探し出す方法があるって。ああ、箱から居場所を知らせる信号が出ている。それを頼りに探せるかも。見つけたら持ち帰ってきて。これは大切に保管されるべきだと思うから、敬意を持ってイニシエの戦士たちの犠牲を伝えないと。どうして記録が欲しいんだ？兵士は戦いから学ぶ。教訓を生かして犠牲者を悼むのが流儀なの。ここにはオセラムの発掘屋がよく来るのか？最近数は減ってきた。だけどあいつらはシャードのためなら何でもやる。命知らずが消えることはないね。捕まえた場合はどうするんだ？発掘屋は掘るのが好きでしょ。だから生きたまま埋めるの。実はもう見つけたんだ。引き取らせて。代わりに報酬をあげる。忘れられないようにきちんと保管するよ。他にも記録を見つけたら持ってくるよ。装置が出す信号はフォーカスで検知できる。まだ他にもあるなら探し出せそうだ。私に渡すものがあるのか？手助けとなる武器を。石の峰への道中必要となるでしょう。無数の機械がうろついていますから。石膏によればレガーラの逆賊も確認済みだと。機械と逆賊か。それなら慣れてるよ。そうでしょうとも。丘を目指して北へ。足が重くなるまで坂を登り、肺に冷たい風が流れ込めば、もうそこは空の民の領土です。天のごとき力を、アーロイ。
アイテルを手に入れるにはヘカーロの頼みを聞くしかない。石の峰で勇士コタロと合流しよう。機械に乗っていた方が早いな。